東京ヤクルトスワローズ2月5日読売ジャイアンツ7日神宮球場プロ入り初めて3塁でのスタメン出場となった。坂本勇人内野手が4回にファインプレーで同点を阻止した。動画逆シングル簡単譜クルッとターン早急。簡単譜。うまいは村上の右越え適時2。塁打で1点を返され、なおも2死2塁の場面。 サンタナの打球が痛烈なゴロとなって三塁線を襲った。だが坂本はバックハンドで飛びつきながらキャッチ。すぐさま体勢を立て直して一塁へワンバウンドで送球し、アウトにしてみせた。笑みを浮かべながらベンチへと戻った坂本。ここまで遊撃で攻守を連発してきたベテランが、新たなポジションでも高い守備力を発揮した。 このプレーに神宮のスタンドからは大きな拍手が送られていた。体調不良で5日に特例2023で登録抹消されていた坂本はこの日から1軍に復帰。やっぱり彼にずっと離脱してほしくない、という原監督の考えもあり、本職で動きのハードな遊撃ではなく、5番、三塁、で出場した。1点リードの9回には左中間へダメ押しのツーランを放った坂本。 攻守で欠かせない存在感を見せつけた。チームもヤクルトを下し、勝率5割に復帰した。